ナンバー5十剣ジャングルカービンとは、第二次世界大戦末期にイギリスで開発された小銃である。正式名称は、ライフルナンバー5マークアイ。原型は、イギリス軍の主力小銃だったリーエンフィールドナンバー4マーク I 小銃で、ジャングルカービンという愛称にもかかわらず、もともとは、欧州戦線における空挺部隊の、より短く、軽量にという要求に従い設計された、 カービンモデルであった。広域に配備される前に、欧州戦線における終戦が実現したため、本格的な実戦投入は、戦後のマレー危機をはじめとする植民地紛争においてであった。マレーのジャングルではしばしばごく短い距離での銃撃戦が発生したため、ナンバー5小銃の小型軽量という特徴は大きな利点となった。ジャングルカービンの愛称もこうした。 戦後の運用にちなむものである。生産は1944年3月から1947年12月まで行われた。正式名称はあくまでもナンバー5マーク1、小銃であり、ジャングルカービンという名称は非公式な愛称に過ぎなかったが、第二次世界大戦からマレー危機にかけて従軍したイギリス兵及び、英連邦兵はしばしばナンバー5小銃を指して、 ジャングルカービンという故障を用いた。ナンバー5小銃は、原型のナンバー4小銃と比較して重心がおよそ100ミリメートル、短縮され、それによりおよそ1キログラム軽量化されている。また機関部の本体や重心には、ライトニングカットが施され、ボルトノブにも穴が開けられ、木製部品も切り詰めるなどの全面的な軽量化が、図られている。その一方、 大型のラッパ型消炎器やゴム製型当てなどナンバー4焼銃よりも大きくなった反動に対処するための部品が加えられていた軽量化と単重心化により反動が大きくなっていたものの極東などのジャングルではナンバー4焼銃など従来の不標銃よりも使いやすく人気がありここからジャングルカービンの愛称が生まれたラッパ型消炎器を取り付けたことで 従来のスパイク型銃剣が着剣できなくなり、必要に応じて戦闘ナイフとしても使用できる、新型のナンバーをナイフ型銃剣が設計された。小銃敵弾を発射できるように各部を強化するなど、複数の改良案も存在していたが、いずれも実際に生産されることはなかった。また航空機搭乗員向けにテイクダウンモデルの設計案も存在したが、これも生産には至っていない。 ナンバー5小銃は多くの兵士により、ワンダリングゼロという欠陥が指摘されていた。すなわち、精度が劣悪で射撃の度に着弾点が大幅に異なるため、照準機の正確なゼロ因調整が不可能とされていたのである。1940年代半ばから後半に行われた各種試験では、ナンバー5小銃について、しばしば射撃精度の問題が指摘されており、 この原因は単純進化や軽量化にあると考えられていた。1947年、イギリス政府はナンバー5小銃の欠陥を設計上の問題と認めて製造の中止を決定した。しかし、近年ではナンバー5小銃についてこうした問題が見られないと語る銃器コレクターも多い。そのため、ナンバー5小銃の製造中止は英国軍の主力不標銃を ボルトアクション式小銃から半自動式小銃に転換することを目的としていたのではないかとの予想もなされている。また一方で L1A1 自動小銃が採用される直前の1957年までナンバー4小銃が調達されていた点を指摘し、ナンバー5小銃にはナンバー4小銃に見られなかった欠陥が確かに存在すると考える歴史家やコレクターも多い。 1950年代から1960年代、ゴールデンステートアームズ社では、軍法出品のリーエンフィールド小銃を原型とする、スポーツライフルをジャングルカービンの名称で販売した。スマイルマーク3やナンバー4小銃を大量に購入した同社では、これらにナンバー5小銃と類似の改造を施して、アメリカ合衆国へと輸出したのである。同じジャングルカービンの名称を用いているため、 ナンバー5小銃とゴールデンステートアームズ社製の民生用小銃はしばしば混同される。これらを見分けるには機関部の刻印を確認する。ナンバー5小銃にはライフルノーマーク I の刻印があるが民生用小銃には製造メーカーの刻印がある。またサンタフェブランドで販売されたモデルには重心にもナンバー5小銃には見られない刻印がある。アメリカの銃器メーカー ギブスライフル社やネイビーアームズ社でも放出品の DN フィールド小銃に改造を加えた類似の民生用小銃が販売されていた。ありがとうございます。